はい、こんにちは、カズボーです。星のカービィ続きをやっていこうと思います。新勝ち抜きボスバトル、こちらをやっていこうと思います。まあ、なぜアップが遅れたかというと、全然クリアできなくて、もう何回も何回もやってね、本当に3桁いくんじゃないかぐらい練習して、まあ、やっとクリアできるぐらいのね、まあ、腕までね、まあ、上がったって言えばいいのかな。なので今回そちらをやっていこうと思います。ここはね、最初ハンマーで行こうと思います。そしてポーズを押すとね、この極悪であり最悪である悪なきバトルが今幕を開けた。プログラムでは計測不能なパワーがぶつかり合うこの地で最も強いものを決める真のファイナルバトルであるということでね、まあ、ハンマーがね、まあ、B でハンマー叩き、下と B でグリグリハンマーとかいろいろあるんですけどね、ダッシュと B でジャイアントスイングとかね、空中で B 大車輪、空中でダッシュプラス空中で B で極大車輪ということでね、まあ、これを駆使してやっていこうと思います。はい、ということでね、残り12リ・ウィスピーボーグなのでね、あのメタナイトで出てきたボスが出てくる感じですね。これもね、何回も買ってるんでね、ジャンプしてくるので、まあ、ここでね、この炎の鉄槌を2発かましてあげれば、もうこれで、まあ、開始6秒でね、まあ、1段階で終わりと。そしてこの次がちょっとミソなんですけど、まあ、これダッシュしてね、ここは回転でいいんですけど、まあ、これ攻撃してね、ある程度まで体力減るとまたね、段階変わるんですけど、ギリギリの状態でね、もう一回かな、ここでね、ハンマーやるとね、こうもう残りちょっとで倒せるぐらいまで減った状態で3段階目いけるので、まあ早く倒せるかなっていう感じですね。まあこの後が楽っていうね、というのもいきなり突っ込んでくるので、ここで回転して攻撃回転、はい、もうこれで30秒あたりで終わります。早いですよね、この方法ね。最初1分ぐらいかかってましたね、これも。そしてリ・ホログラフ防衛システムズ、これもね、まあ、回復がねチェリーしかないので、もう本当に食らわないように行くしかないんでね。これはね、今まで通りなんですけど、まあ、これが当たり判定が出たあたりでこう貯めて打って、まあ、2発やればすぐ壊せます。たまにミスるんですけどね、自分もね。うまくいくとね、本当にすぐ全部このぐらいの勢いで枯れますね。ここも当てて、あの1位の1匹倒して、この炎をね、避けなくちゃいけないので、ね、おっと、間違えた。これね、あの弾吹いてくるんですけど、このね、弾を吹くタイミングで攻撃を当てると、まっすぐポンポンポンってね、3回当たって倒せたりするんで、はい、ここはもうね、ダッシュの回転、あーっと、回転つきましたね。ダッシュ回転、ダッシュ回転、ダッシュ回転、ダッシュ回転でもう倒せます。あまり無理してね、最初今みたいに叩きまくると、まあいきなり食らったりもするんですけど、まあ大丈夫ですね、この辺りは。で、問題ここなんですけど、もうね、頭が弱点なのでね、もう頭をね、ひたすら叩きまくると。ここですね、ここでため打ちが当たれば、あー、外れた。さっき当たってればこの状態でも倒せますね。あ、倒せるかな、倒せますね。はい、まあもっと早くいけるかなって感じです。で、残りはこの本体叩くだけなんで、まあ、右か左どっかに来るかもしれません。あ、真ん中来ましたね、倒せましたね。3戦目、李秘書スージー。
これもね、リなんですけどね、これもちょっと苦手なんですね、自分ね。ここがね、まあ、うまくいかないっていう。まあ、なんだかんだ当てれば倒せんですけどね、あとジャンプ攻撃してれば、普通に終わると思います。まだ全然余裕があるので、まあ、ここで死ぬことはないですね。まあ、凡ミスは結構あるんですけど、それでね、後ろにいるので回転回転、それで後ろに飛んできて落っこってくるので、ここで叩きで進んで後ろにジャンプして落っこってくるので、またそこで叩きですね。はい、そしたら3段階目行くので、まあ、いきなりね、この穴の中にね、蹴りをかましてくるのかなと思いきや、そんでもないのでね、奥でね、1回上にミサイルかなんか撃つので、もうその時に倒せますよね、これは。はい、倒しました。もっと早くいけるんですけど、まあ、あんまりタイム変わらないですね。変わっても5秒くらいですね。むしろここの方が難しいんですよね、自分の場合。まあ、動きがね、全く同じ動きをしてこないというか、例えばこの、このカッターを使ってきたり、こう突っ込んできたりね、いきなり突っ込んでくる場合もあるので、まあ、動きがね、若干違うのでね。ブロッキー。まあ、これこそね、溜めて打てばいいのかなと思いますけど、まあ、転がってね、当たってしまうっていうね。もっと時間がかかってるし、行ってるそばから時間がかかってますね。あら、こんなに時間かかっちゃった。あら、すごいボミスやってるし、まあいいでしょ。あ、事故はつきものなんでね。まあ倒せますで、ね、チェリー使って全開じゃないですけど、次のね、戦闘もありますので、まあね、もうボミスを犯さないようにしましょう。これはね、後ろに飛んで、まあ、レーザーを打ってる時に倒してしまう。まあ、手前にレーザー撃ってくる時もあるんですけど、その時は後ろに回ってね、今の攻撃すればいいと思います。あとこれはね、ジャンプでひたすら回転攻撃をやれば勝てます。まあ、自分が当たらないように注意しないといけないので、ね、はい、まあ、先ほどのミスを取り戻した感じですね。はい、チェリーが手に入りました。このメタナイト防具も、まあ、早く行けるときは行けるんですけどね。いきなり食らってるし、これノーダメージで倒したときも結構ありますね。まあ、ご利用していってもいいんですけどね。食らってるし、まあ、こんなプレイでもクリアできるのでね。結構やってるんですけど、またミスってるし、まあ、何回かやったんですけど、まあ、その中でもそんなにね、うまい方ではないプレイですね、これは。この状態の時にもうメタナイト倒してた時もありましたね。今回はもう全部倒すのが目標なので、打ってる前にメタナイト倒しました。そしてまた回復ができるので、まあ、これでね、まあ、危なくなったらまた回復して、もうクローンデデデなので、これちょっと苦手とするモンスターなんですね。まあ、2段階やるんですけど、まあ、1段階目がねちょっとね、あんま好きじゃないんですね、この状態。はい、いけました。ここがね、なんかいまいちよくわからないんですよね。食らってるし、もう結構ゴリ押しなんですよね。そんなにこっちも体力減らないので、あ、大丈夫ですね、今回は全然減ってない感じです。はい、これであとね、もう回転しながらね、
攻撃してればいけると思います。いけますね。あとハンマーで叩けばいけるかな。ここもうまいやり方あるんですけど、まあさほどね、本当に 2,3 秒しか持てる時間変わらないと思いますので、ここでまず一発決めて、まあ、ジャンプしてね、まあ、帰り際に一発当てればいいんですけどね。で、避けて、で、ここでまず一発でしょ。この時点でね、この炎を吹く前にもう一段階違う攻撃のパターンがあるんですけど、おそらくもう一撃かましたらそのパターンに行くと思うんですけどね。あ、行きましたね。これですね。まあ、先ほど炎を吹く前にこのね、爆弾を投げる状況まで行くこともできますね。まあ、攻撃の当て次第なんですけどね。なのでもう当てまくって、あとはもうひたすら叩くだけです。ここもね、避けながら叩いて、避けて叩いて、これ隙ができるので、打って攻撃。はい、倒しました。大体動くパターンがね、決まってるので、だんだんやってくると、もう敵の動きが見えてくるので、あ、ここでこれだなみたいな、自分なりに戦略ってね、やることもできるのでね。まあ初見の時はここまでいけませんでしたね。で、このボスもできればノーダメージでいきたいところですね。今回復がなかったので、まあ、自分の体力とあのストックアイテムがねあればね、すごくいいんですよね。もう真ん中壊したあと四角上なのでもう終わりですね。で、今回はね、前のボスバトルと違って2段階目があるので、これもね、もういかに早くの弾を打ち込むかなんですけどね。上行ったり下行ったりして、あ、下に狙いされたら上に抜けると。こんな攻撃してきましたっけ、このモンスター、モンスターというかこの敵してきましたっけ、こんな攻撃。はい、そしてね、この上の部分にもね、狙って、ね、なるべく今のうち体力を減らして、これも今上に置けます。遠くに行ったら、あ、避けられました。でかい弾が当たるのも結構違うんです。で、これも、右向いたり左向いたりするので、ね、まあ、真ん中向いてるときは危ないので、この時に倒せばいいと思います。この状態の時に倒せればベストですね。ここでようやく回復が手にあります。なのでね、まあ、今使っても、まあ、マックスにはなりますけどね、もっと減ってもマックスになるので、まだもったいないので取っておきましょう。あと1発か2発食らってからでもいいですけどね、使うのは。とはひたすらもう叩きます。で、突っ込んでくるので後ろに行って、そして上にちっちゃいの呼ぶのでね、これジャンプしても攻撃して壊せばいいのです。はい、そしてこれ壊せば自爆しないで済みますね。で、左か。このポイズンが出てくるんですけど、これはもう本当に当たりながらでもいいから、このね、炎の攻撃で倒します。これちょっと苦手なのでね。まあ、食らってもいいけどね、このやり方以外でやると相当食らっちゃうので。これも下手したらノーダメージいけ、あ、ダメだ。この回転するか、物を投げてくるか、どっちかなので、物をね、投げてきた時は、炎を倒してますね。なんで食らったので、また回復しましょう。はい、倒しました。で、この次に、この、テレパトリス。これが、もうここで殴ってれば、倒せますので、ね。はい、終わり。楽勝ですね。で、また回復があるのでね。またここも、頃合いを見ながら回復しましょう。ここもね、なるべく食らわないでいければベストかなって思います。ここでいっぱい食らっちゃうと、後に控えてるボスが本当に大変なので、まあ、倒せないことになっちゃうのでね。ここは10発叩けばいいのかな。もうこの間に10発叩けばいいと思います。はい。ただね、敵の攻撃もね、
まあ、食らうことなく次の段階に行くので、もういかに次の段階に行かせるかがねポイントですよね。食らわないでね。でここではあの防御力がめちゃくちゃ高いんですけど、下の敵をねちょっと注意しながら回転でもうすり抜けちゃえば食らわないので、今ちょっとやり方下手でしたけど、ここにダッシュですり抜ければね。でこの状態の時に本当はあの炎のね攻撃をやれば、あ、行きましたね、一発なんですけど、でここでまた次の段階に行きます。でこれが上から落ちてくるので、まあ、横に走りながら回転でもね受けれます。でお金で画面が見えなくなるので、まあ、ここの時は敵の動きがもうワンパターンすぎるので、左に曲がったら攻撃を当てて、次止まったら右に曲がるので右に回転します。で次は左に行きます。もう一回来るかな。なので、あ、そうですね、一発叩けばまた次の段階。このレーザーを避けつつ、まあ、回転するので、ね、まあ、これを、ね、当たらないようにうまくダッシュしながら調節して避けて、あとはこのねハルトマンを、まあ、殴りに行くんですけど、このキックをした後に上から降ってきてこの波動が出るので、まあ、この時チャンスですね。あ、倒せませんでしたね。もう一回ぐらいやれば、この次で波動出た時にまたね避けて叩きに行けばもう終わりだと思います。はい、これでも終わりですね。チェリーを使ったらもう体力マックスだと思いますので、またチェリーが手に入りますので使って手に入れましょう。はい、これで完全ですね。体力がマックスな上にまだチェリーの予備があるっていうね。で次はクローン剣士、ダークマターとクローンセクトリアね。こうダークマターはそうでもないんですけどね、回転してここでため打ち、そしてまたため打ち、でここも突っ込んでくるので避けて、あ、待ってましたね、まあ峰打ちでしたけど、まあ、弾を飛ばしてくるのでね、跳ね返してもよかったんですけどね。これはガードで大丈夫かな。あ、ダメだ。あ、そっか。ガードもハンマーに当たらないといけないですね。LR でガードができるので、まあそれでね、ハンマーでガードしてもいいんですけどね。で、隙を見て攻撃すると。あともうちょっとなんでね。でこの時はもうダッシュして、ね、動けない。避けながら回転、まあ、回転しながら、まあ、当ててればね、もうこれ避けにもなりますんでね。あとはもう隙を見せたら殴れば終わりです。はい、終了。そして間髪も入れず次の戦闘が待ってますんで、ここが問題なんですね。まあ倒せるんですけど、いかに攻撃を打ち込むか。打ち込んで、ここで突っ込んでくるので、まあ、なるべく右にね。で、ここも突っ込んでくるので、回転しながらダメージ。ダメージ。4発当たれば理想ですね。3発。4発。はい、当たりました。おお、いいですね。で、次の段階の、分身攻撃みたいなのやってくるので、見極めが大事ですね。はい、で攻撃する寸前に回転しながら攻撃、攻撃、はい、そしてこの次の状態の時にここで倒してしまわないと、これはめんどくさいです。打った時に回転して近づく、で打ちまくり、で打った時にもうダッシュしてね、回転しながら突っ込んで攻撃で、ここでも今だ、はい、そして倒してしまえば OK です。これ理想ですね。ここで倒してしまわないと、またね、自分の体に、また、ね、黄色いね、輪っかをまとったりしてね、突っ込んできたりするので、まためんどくさいんでね。
はい、来ました。ギャラクティックナイトリターンズ、これが一番苦手とする敵ですね。ここで下手したら半分持ってかれるかもしれません。これメタナイト編でもあった通り、まあ登場の仕方が一緒ですよね。そして伏せ目を切りつけると、なのでね、これが攻略法合ってるのかちょっと分かりませんけど、自分はねこれでご利用して結構倒せるので、回転しながら突っ込んでいたらもっとね理想的な倒し方はあったんですけど、もっと食らっちゃうな。やっぱりちょっと苦手ですね。これはやり方分かったとてその通りいけるかっていう話なんですよね。今のため打ちがもろに当たったりする時もあります。なのでね、この1段階目で、まあ、いくらか減らしちゃえば、あーダメだ、何やってんだ。これ完全にまあ下手なパターンですけど、まあ、今の竜巻もね回転しながら当てればね避けれたりするので、まあ、回復は惜しまないで使います。でここでねもうひたすら当てまくりましょう、はい、で雷切って、はい、で敵の下、はい、で雷が落っこってきた場所に避ける、まあ、パターンがあるので、ね、でこれは下にいると危険なのでジャンプで消えた時にね、まあ、こいつをひたすら殴ると、あ、最初の状態に戻るので、お、この時はチャンスですね。あ、しまった。あ、食らっちゃいましたね。食らったけど、もうご利用して倒そうと思います。ちょっとね、背面倒さないと厄介なので。はい、なんだかんだいけました。まあ、あんまりうまくはなかったですけど。とりあえず、ここまで来て、まあ、体力も結構あるので、問題ここなんですよね。はてな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 。さあ、ここをまだクリアしたことありません。まあ、最後の最後までは行ったんですけどね。いつもそこでやられてしまうっていう。なので、そこまではいけると思うんですけどね。今までやった中で一番体力があるので、まあ、クリアしたとしたら、こう実況でね、今が初です。ここまでは何回も来てますね、本当に。何回もここでやられてます。でも今回いけそうなので、もういけると思って実況始めましたからね、ここはね。これはね、回転 LR で回転できるので、それを使いながら、もう本当に慎重にいた方がいいですね。焦ると本当に食らってしまうので、1回のダメージが結構大きいので、ここは一発も食らわないでクリアするのがなるべく理想ですね。周りの弾もなるべくね受け取ってね、当てて回転、もう最初やった時に比べたらだいぶ本当に慣れてきたかなって感じはしますね。まあ、昔の自分、昔っていうかこの前クリ動画見ててもうわ下手くそだなって自分で思いますからね。まあ今もそんな下手くそかなとは思いますけどね、あの時に比べたらだいぶマシになってると思います。で、今、マックスなんで、ここでね、打ち込んでやりましょう。やり方分かればね、もうね、アクションベタといえども、クリアできますね。これ分かんなかったんですよ。これ。左に今、下から来たんですけど、あんなの初見で分かるかって話ですよね。お、いいですね。最初やった時、もろ食らいましたからね。てか、最初やった時、あと一撃食らったら終わりの状態で、ここ来ましたね。でこのね隕石が落ちてきたんですけど、これももう回転しながら、危なくなったら回転して避けると、危なくなくても回転して避ければ案外ね隙が見えるので、まあ、無理しないでね、あ今普通に避けれるじゃんって思っても回転して避けた方がいいかもしれませんね、まあ、そんぐらい余裕持って戦った方がいいと思います。でこの隕石は勝手に壊してくれるので自分たちの栄養になりますので、ちょっと足りなかったけどもう一個隕石壊せばまたね、撃てるので。まだ食らってないですね、一撃にね。で、このハートのかけらみたいなやつはね、なるべく壊した方がいいです。このブロックも壊したらね、栄養になるのでね。栄養というかエネルギーですね。
ここにね、あの A って書いてるんですけど、その右にね、まあ、チャージされていってるので、エネルギーが、まあ、マックスになりましたね。これでね、左から突っ込んでくるので、はい、下に受ける。今上の方に来ましたね。でもう一回行きます。どっちかな、下に行きました。じゃあ上に受けます。これもね、最初やった時分かりませんでしたね。最初っていうかね、何回かやってここまで来た時、一番初めは分かりませんでした。やっとここで打ち込める。ね、すぐ再生したんでね、これで壊して、これでもうツインレーザーみたいになってきますからね。これも当たらないように避ければいいんですけど、あんま長いスト当たっちゃうんですよね、これね。なるべく敵に攻撃をしようかなとは思うんですけど、もうちょっとなんですよね。はい、また隕石攻撃、これもね、避けながら攻撃しようと思います。これもね、撃ってればね、もうそろそろ倒せそうなので、いいですね。まあ、当たらないように頑張りましょう。はい、行きました。いいですね。まだ予備で回復アイテムもあるので、はい、2段階目。本当に回復アイテムなくて、これはひどいですよね。こんなんどうやって倒すんだろうって最初思いましたけどね、ずーっとやっててね、今みたいなやり方でだんだん分かってきてね。ということで、これがね、いきなりこの吸い込む攻撃してくるので、まあ、本来の3段階目の攻撃なんですけどね、これも回転しながら避ければかなり距離を稼げるので、これに当たらないように注意しましょう。言ってるそばから当たってるし、わー、結構食らいますね。でここも真ん中にいて、ど真ん中にいて左に旋回、そして少し下にずれて右に戻ればね、食らわないので、ここも回転しながら行けば避けれます。で、円を描くようにぐるぐる回ってればね、避けれるので、で、このね、右と左のやつも早めに倒した方がいいです。1体は倒せるんですけどね、もう1体がね、あ、食らっちゃったか。深追いするとやられる。あ、でもいいですね。まあ、倒してしまった方がいいかな。まあ、食らっちゃいましたけどね、食らわないで倒すのが理想なんですけどね。あー、これ、あ、食らう、食らう、わー、ダメだ。あれも避けれるんですけど、今ちょっと失敗しましたね。左上に行ってれば避けれました。なので回復使っちゃいました。もうこれで後がないんで、まあ、クリアできるように頑張りたいと思います。おそらくね、今までで一番いい感じなのでいけると思うんですけどね。でも回転線が避けて、この次までは行くと思うんですね。次まで行って、もうちょっとで倒せるかぐらいのところでやられたんですよね。自分の最高記録が。まあ、その時はもう本当にこの状態で死ぬ寸前だったので。なので行けるかなと思いますけど。自分なりに考えて、あ、こうしたら倒せるなって策略練って今回やってますんで、おそらく行けるとは思います。はい、来ました。問題ここなんです。ここでできればダメージを食らわなければもう完全にいけると思います。ここは回転して避けて、避けます。これは同じ攻撃なんですけど、これ2回やってくるんですね。最初の時と違って、ここも避けます。で、ね、無理しないとね、あと残り体力を削っていけばいいと思います。はい、これで4本足飛んでいったんですけど、面倒なのがこうね、来るんですよ。なのでこれを回転してでも避けて、もう意地でも当たらないようにいきましょう。これ、あ、いきますね。あ、もう見えましたね。これ勝利見えましたね。これ多分クリアできます。クリアしたら初なのでね、
やっとかって感じがしますね。これ壊してレーザーもね右に行けば避けるのでね、まあ、味方がねいる方向にこのレーザー誘導レーザーも来るので、最初で来てしまった時にその場所から離れるっていうね、まあ、そのちょっと手前の状況から離れる、お倒しましたっていうのがね理想のやり方ですけどね。自分の記録はこれをもうちょっとで倒せるところでやられちゃいましたね。これ本来なら吸い込んできたんですけど、もういきなり目からレーザーでね回転するので、まあ、ここは避けると。ここも何回かは来てるんですけどね、なので戦い方はだんだん分かってきてるんですけどね、やっぱり難しいんですよね。攻略法といたしましては、もういかにダメージを与え続けるかってことですね。この54321って来るんですけど、今もね5もいきなり来たんですけど、0になったらまたね変な攻撃してくるので、画面全体みたいな攻撃してくるので、パンコドリ、これも1体ずつ確実にいた方がいいと思います。まあ1体でしたね、2体来るんですね。そして先ほどの話なんですけど、0になった時にやられました自分。なので0になる前に倒せばいいかなと思います。なのでパンコドリももうちょっといけると思うので、2匹倒してエネルギーにしていけるかな、あいけました、エネルギーにしてこれで打ち込めば、今までやった時より全然いい感じですね。はい、電球がね3体出てくるんですよね。2個までは壊せるんです。で3個目がどうしても無理なので、ね、こんな攻撃してくるの自分知りませんでしたからね。電球は本当に1個だけですぐ壊せた感じなので、多いですね、もう半分近くまで減ってるんで、ね、この3もね当てつつなので、この真ん中の上に行ってればね当てながら避けられるので、はい次またこのピアノみたいなのが出てくるんで、ね、もう順番に打っていってもなるべく壊していければいいと思います。でもここでも判定になりますんで、ここで当たったらまずいです。はい、そしてこの状態でも壊せますんで、あとは2個は無理なんで、これでまた姿を見た時にまたね A ボタン、これで、ね、だいぶ減ると思います。いいですね。あ、いけますね、これね。これ倒したら終わりですよね、おそらくね。この2も変な回転の仕方するので、回転してみたり、止まってみたり、半回転してみたりするので。これ1もいきなり突っ込んできたり、変な動き方するのでね。回転して突っ込んできたり。この望遠鏡、ここでやられたんですよね。何回かありますね、ここも。壊しました。お、いいじゃない、もしかしたらこれ壊せるかな。壊した、2つ壊したら初ですね、これ。お、いけました。あ、いけます、余裕です。1なる前にいけますね、これおそらく。あ、いけました。おお、早い、これも最高記録ですね。初めていきましたね。いやー、これで全部かな、全部ですよね。あ、これでまたドリルの下りあるのかな。メタナイトが乗って、これエンディングの時の下りですよね。あれ、こんなんだったっけ、なんか違うんだけど、あれ吸い込まれた、あれ、これドリルになって貫くイベントだったんですけど、え、何これ、違うんだけど、どういうこと。ちょっと待った、聞いてない、こんな話。何これ、おいおいおい、マジでこれは右か、あ、壊せますね。2発ぐらいで壊れるけど、え、これ、あ、これでいいのかな、なんか回転しているので近づけないですね。あ、でも周り倒したら、ああ、食らうんだ、これ下。
なので地味に避けながら攻撃するしかないですね、これ。あ、でも体力がだんだん減っていくからこれお得かなって感じがしますけど、まあ、そんなに難しくないのかな、じゃあここは。あれ倒した後連戦っていうのはちょっと広いですね。あと暗い方もそんな大して、おお、暗かった。そんな広い減り方はしないので、わあ、5個か、5個、6個ですかね。1234566個ありますね。これ全部壊したら半分近くいくんじゃないですかね、相手の体力。7個とか8個とか本当にいっぱい出てきたら逆に困るんですけど、あ、やばい、体力みたいなのやばいですね、これ。もう半分しかないですね。あ、いけるって思って高く打てるとこういうことになりますね。ここに来ていけないってのはちょっと嫌なんですけどね。あ、いけました、半分ぐらいいってますね。あ、これで本体が何か変身したりとか、そういうあれかな、なんだこれ。おお、え、回転、あ、無理だ、うわー、ちょっと待った、これは2つは攻撃できないかな。あ、なんかやってますね、奥にいる前提で攻撃してますね。今チャンスですよね、これ完全に。もう一回同じことやってくるかな。じゃあ、まずい、もう一回同じ、なんだこれ、え、え、ちょっと待った、なんだ、回転かな、回転で、あ、いけますね、ダメージ取ってますねこれね。おお、危ない、あれ食らったら、あれ、なんだ次は、あ、また同じ、これ食らったらちょっとまずいので、同じ、いけ、おし、うわ、また知らない攻撃をしてくる、これは余計、もうどっちだろう。おお、なんだあれ今の。ああ、食らっちゃうのか、なんだあれ勝ったみたいな。あれ避けながら行くには出してから突っ込んでた。あ、あ、チャンス。この時は攻撃チャンスですよね。行った!行きました。これ、パターンないだろうな。この体力だったらもう行けないですよ、自分。うわー、こんなのあるのは、ちょっと予想外でしたね。こっち向いてるけど逃げんのかな。あ、上、あ、中段、あ、避けんのか。あ、終わった終わった終わった、よかった。あ、今のとっさに分かった、上光って真ん中下かなと思ってね。これで全部クリアかな。これが本当の裏のラスボスですね、おそらくね。あー、行きました。25分41秒12。ステッカー入りますよね、これね。激画風ボンカースを手に入れた。この下見たら分かると思うんですけど、123とね。もう12戦目敗退と、この下に多分、本当に3桁近くつながってますね。お、デデデ大王、タンバリン。バットン。英語ステッカー、ミュー。カービィ。お、2個目。ここでしか入らないかな。フロッツォ。リボン。いやー、いけました。全部クリア。ビクトリー。25分は早いのか遅いのか分かりませんけどね。まあ、なんとかね、アクションベタでもいけたのでね。勝ち抜きバトル、ボスバトル、これで全部でしょうね、おそらくね。そしてこの後におそらくこうクリアしたので、こうタイトル画面とかに戻ったら、あの4つあるじゃないですか、ね、上からストーリーモード、メタナイトで GO と勝ち抜きボスバトルと新勝ち抜きボスバトルね。はい、下の画面ですけど、まあ、星がつきましたね。ということで、まあ、これで全部ですね。まあ何か出てこないけど、クリアパーセントが 90% なのでね、またこれはストーリーかなんかで埋めていくんだと思います。ということで、長らく、本当に、かかりましたが、ね、アクションが苦手でも、クリアできるゲームなので、本当にね、やり込みだと思います。やってると敵の動きとかパターンとかね、全部わかってくるので、
まあ、そうしてね自分の武器もね使い方分かってくると、まあ、この時これをやるっていうのが分かってくるので、まあ、そういうやり方でやっていったらいいと思います。なんで攻略できました。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。